こんにちは、うさぎ飛びチャンネルでございます。今回は最大2000人が同時に遊べるグランド RP ロールプレイサーバー関連の動画となりますまだ始めてない人は概要欄のリンクから登録していただければゲーム内マネーなど多少お得な特典がついてきますパソコン版の GTA5 があれば無料で開始できますのでまだやったことがない人はぜひ遊んでみてください さあまずですね、えー、先日ですねファミリーをちゃんとやっていくぞということでファミリーになってくれる方を募集しましたところもうすでに何人かの方からご連絡いただきまして、えー、ファミリーに入っていただくことができましたで皆さんとね僕しゃべってるんですけど本当に皆さんいい方でなんかいいファミリーになりそうだなって言ってもまだ何にもしてないんですけどね まあ何はともあれ、そんな感じでファミリーさんが今増えつつはあるんですが、ファミリーになりたいという方からご連絡をいただいて、はい、じゃあファミリーですねって、今後よろしくっていう感じではなくて、やっぱり僕の動画をご覧になって、ここだったら入りたいかなっていうことで、うちを選んでくれた方々なので、ご連絡をいただいた時にあに、時間の許す限りはいろいろとお話をさせていただいてるんですけども、 まあそういうこともあってですね、今後、ファミリーになりたいということでご連絡をいただいたときに、そんな感じで誰かと喋ってる場合、または、なんか撮影をしてて、何かしら僕がやってる場合などは、電話に出れないことなどもありますので、前も言いましたけど、くれぐれも僕はそういうのは無視はしないので、ただ状況によってはご連絡が取れない場合がありますので、そのあたりだけちょっとご了承ください。 で今後はですね、そのファミリーさんたちとなんかやってるような、和気あいあいとした楽しい動画も出せたらなと思ってますので、まあ、そういうのに参加したいなと思う方は、ぜひお声がけいただいたらと思いますで。もしですね、この動画で初めて、あ、ファミリー募集してるんだって思った方は、えっと、ちょっと一応ですね、ファミリーさんになっていただくにあたって注意事項ありますんで、 前回の動画もご覧になっていただいてからご連絡をいただくようにお願いいたしますさあ今日はですねこのロールプレイにおいてのちょっとバグらしきもののご紹介をしますでまずですね以前から何度もご紹介をさせていただいている僕の自慢の車って言っても買ったわけじゃないんですけど3500万ドルのランボルギーニ・レヴエルトめちゃめちゃかっこいいですねでですねこの車なんんか知らんけど ずっと運転してると変色していくんですよ。でご覧の通りこの車白なんですけど、えー、ちょっとこの車を入手した時の動画、えー、過去にご紹介してる動画のダイジェストをご覧ください。いやかっこいいなこれ。いやこれはいいぞ。いやすごいなこれ。おおおおおお全然扱いやすい。というかなんだこれ。車の色が なんかグレーになってきてるぞ。なんでなんかグレーというか、モスグリーンに近い。なんだこれなんでこれ車の色変わってきてんのお,ーおー光の加減じゃないよな。これ車の色が明らかに違うよな。なんだこれあれなんだこれ車が今度黒くなってきたぞ。なにこれなんでバグってんのかな あれ色変わんないぞ。やっぱなんかちょっとバグってんのかな <noise> という感じでですね入手した当時からこの変色はずっとでして最初一時的なバグかなと思ったんですが乗るたんびに一定時間経過すると黒くなってくるでこれですね一度あの洗車場に行って洗ったらなんと真っ白に戻ったんですよ。 でなんだだ汚れだっっったたのかって思ったんですよねにしては <laughs> 黒くなりすぎる気がするけど。で何度か車屋さんに行って色を変えるっていうところを押しても反応してくれなくて何なんだこれと思ってて運営さんにも問い合わせたけど分からんということで開発に問い合わせてみるんでちょっと待ってくれという状態になってます。である日ですねまたこの変色が気になって車屋さんに行ったらですね なんと、色を選択できるようになってたで。お、色変えられるよって思ってですね、色をこういう感じで、まあ、選びつつ、どうしようかなと。で、まあ、塗装料金もね、結構高いんで、えらい悩んだんですけど、ちょっと今までやってないメタリック系にしようかなと思って、薄ピンクのこんなメタリックにしてみました。でよっしゃ、とりあえずこれでいいかということで、えー、完了させて、 外に出たら全然色違う。なんだこれイメージと違うじゃんと思ってまあもともと真っ赤にするか悩んでたんでまあ中間色でいいやって感じでまあしょうがないから納得してたんですよ。でも色塗り替えようかなどうしようかなって延々走ってですね我が家のガレージに戻ってきました。さあガレージに入ります。そしたらなんと中に入ったらこの色になったんですよ。 もうさっぱりわけわけかんない結局これは何色の車なんだでカラーリングにもえらいお金取られてるんでなんだよこれって思っててでしかもですねこの車、えー、普通に運転してたら前と同じ乗ってると黒くなってくるでそんな感じでですねまあもうこればかりはバグなんだろうと思ってしょうがねえやって思ってもう自分に言い聞かせて乗ってたんですよでそしたらですねある日 えファミリーさんとロスカスで出会いましてその時の映像がこれですすいません終わりました色ピンクにしたんですね色ピンクにしたんですね色ピンクにしたんですね今ピンクに見えてますはいあやっぱおかしいんだなという感じなんですよどうやら黒く見えてるのが僕だけで他の人からは違う色に見えるらしいんですね でしかも僕の最初の塗装はメタリックの薄ピンクで、ラゲクなんかちょっとオレンジに近い赤になってて、で先ほどのファミリーの方からはピンクと言われて、一体何色になってるのかさっぱりわかんない。で、こんな出来事があってですね、その後別のファミリーさんとちょっといろいろお話をしてて、この出来事をお話ししたんですね。そそしたらですねその方が 車ではなくて服装で同じようなことがあったと自分が見えてる服装と人から見えてる服装が違ってたと、まあ、そんなこんなでですねどうやら乗り物服装いろんなものに自分が見えてる色形姿と人から見えてるものがどうやらズレが生じている場合があるらしいです。 でこんなもんね、こういう人と喋って、なおかつ相手の方がそれを指摘してくれたから分かったんですけど、多分一人でやってたら全くわからない。下手すりゃね、なんか高いお金払って、かっこいいスーツ買って歩いてたら、裸から見たらパンツ一丁で歩いてるかもしれないので、もう裸の王様状態ですよね。なので、周りの様子がおかしいなと思ったら、自分がどう見えてるのか聞いた方がいいかもしれないですね。まあ、そんな感じで 今回はちょっとおかしなことが起きたという出来事をお伝えしました。なんか似たようなことの経験がある方はコメント欄にて教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。